中がどうなっているやら見てみますか。よいしょ。ではではお邪魔します。ほうの、おお、すげえ。こちらのお宅はですね、テーマ天文台オブザバトリーということで、ハウス名がですね、ローズベイル天文台、エンピレアム8区40番地にございますということでございまして、天文台すごい素敵だな、綺麗ですね。でこれ実はあれですよね、天文台って応募いただく中で割と一定の需要があるというか一定数数をいただく応募のテーマですよね。天文台になっております、 S ハウス。でこのまた本棚で飾ってあるのもすごくそれっぽいのと、雨が降っておる、雨が降っているのはどうして、パーテーションと、ん、パーテーションだけでこうなるの、パーテーションと窓っぽいものの組み合わせでうまいことこうなってるのか、すごいですね、すごい。ちゃんとあのレポリットたちが配置されていることで、なんでしょうね、より天文感が増した感じはありますよね、最近のことで。コメントいただいておりますが、姉妹2人でデザイン、あ、特に工夫した点は、姉妹2人でデザインしたのですが、一番工夫したのは本棚の裏にある秘密部屋です。秘密部屋、本棚の裏、ちょっと待って、迷子です。なんや、今見てる方の本棚に近づいて、え、ここに、あ、開いたわ、びっくりびっくりした、開いた、ははー、なんだ、言ってよ、ははー、なるほどね、おしゃれ、なるほど、隠し部屋、あ、これは何、ちょっとおしゃれだな、確かに一番工夫したのは本棚の裏にある秘密部屋です。いいね、いいね、秘密部屋感超ある、ちゃんとデザインしとるわ。面白。そして苦労した点、天井を作るのに一番苦労しました。家具数を抑えながらステンドグラス風にするのが難しかったですということで、この天井ですね。いやー、すごいな。でこちらのお宅はあれですね、この1階スペースに、設置図を全振りしたタイプの、使い方となっておりますね。いやすごい、その他アピールポイント、部屋に入って右側の本棚が秘密の扉になっているのですが、その向こうにある部屋を紹介していただけると嬉しいです。はいはいはい。また友人たちの間では玄関も結構人気が高いです。玄関、こちら、ああ、玄関かわいいよね。いや、素敵だな。なんかこう、なんていうんですかね、この何角形っていうんだろう、こうね、こう丸のドームの中にこうあるので、で、周りに雨が降ってるよねっていう、なんかこう、外観も想像できる感じのこのレイアウト、素敵ですよね。すごいな。そうね。あとはこの秘密部屋は確かにな、なんか狭い部屋っていいですよね。なんていうの、この中でカンパケて全部この中で暮らせそうな部屋、ちょっとあの心なしか火鉢が近いかなっていう気がしないでもないけど素敵な部屋ですよね。いやー、はい、ということで1軒目が、エーテル DC は、セイレンワールドにありますエンピレアム第8区40番地にございます、ローズベイル天文台、ローズベイルオブザバトリーという天文台をテーマにしたお宅でした。はい、
ありがとうございます。いや素晴らしい、すごい、この狭い中でもここどうレイアウトしてこうねギュッとするかっていうのがこうね腕の見せ所ですよね。はい、ということでじゃあ早速次へ行ってみましょうか。PC を切り替える、データセンターを切り替えますので少々お待ちください。よいしょ。続いては、クリスタルデータセンターへ行ってみたい。クリスタル、クリスタル DC はモルボルワールドへ行くんですってよ。